こんにちは、ニコアミです。このアクリル系と極太を買い足しに行ったんですね。そしたらじゃじゃーん、いろんなカラフルな色が並んでいました。楽しい。気になったものをちょっとピックアップして買ってきました。撮影してて思ったんですけれども、なんか去年売ってた糸ばっかりかな。ごめんなさいね、なんか既視感がありありだったら。私の中ではこのカラフルシャワーはなんか新商品のような気がするので、これをメインにね紹介したいなと思います。カラフルシャワーも去年あったよっていうことだったらごめんなさい。これはデジャビューじゃないっていう商品が並んだらまた動画にしたいなと思います。またその時にどうぞよろしくお願いします。やっぱりこれね、カラフルシャワーが気になります。これ3色ありました。で、一番なんかちょっといい感じのどれもいい感じだったんですけど、私にビビッときたやつを買ってきました。こんな感じの糸になってます。で、これはパープルですね。塩かぎ針が5号ってなってますね。3ミリの5号ってなってます。ショール編むなら5、6玉ですか。そうか。私はこれで靴下を編みたいと思ったのですが、どうかな。これどれくらいね靴下編むのに必要なのかなとか、知りたいので。であとちょっと他のものも編みたいしね。これ何でもいけるよね。こう引き揃えにしてバッグとかポーチとか何でもいけるなと思うので、これを長編みで編んだやつはどれくらいの面積かっていうのをね、載せておこうと思いますので、多分ね1週間後、いや10日ください。編むの遅いんで、それくらいに動画の下の説明欄のところに載せて、どれくらいの面積編めたかっていうのをね載せておこうと思います。あ、すごいね、淡い色だから、なんかね優しいこうパステルというかペールカラーというか、すごい単色なので、今流行ってる単色コーデってやつですかね、これなので。ちょっと動画だとねうまくお見せできないな、すいません。なのでぜひダイソーさんに行ってチェックしてみてください、実物を。もう一個は緑系、オレンジ系のものと、それから、青ですね、水色系がありました。おー、かわいい。これでシュシュとか作ったりしたらすっごいかわいいと思います。あと引き揃えにしてもかわいい感じがする。全然関係ないんですけど、鎌倉殿の13人見てまして、面白いですね。登場人物の名前が覚えきれないんですけど、新垣結衣が可愛いし、宮沢絵馬の何とも言えないコミカルな感じ、すごい。なんかあと小栗旬のやってるなんか中間管理職の悲哀みたいな感じとかもすごい面白いです。
で今ね平気物語っていうアニメがめっちゃ綺麗なアニメがやってて、それと合わせてみるとすごいなんか何とも言えないなんかあの面白さがありますね。この平家のおごってる感じが平家物語でわかるので、あそいつらを倒そうとしてんだなと思って合わせてみるとめちゃなんかよりこう小栗旬を応援したくなる頑張れって。おいい感じ、なんかすごいね6号で編んだんですけど柔らかい感じの編み心地で春っぽくていいですね。これは、アクリル綿ポリエステルだそうです。じゃあ次タルキー、これ毎年あるやつですね。色がねこのコルクベージュっていうのがすんごいおしゃれだなと思って買ってきました。であとこのココナッツブラウンっていうのをこう底にしてバッグ編めたらいいなって妄想したんですけど、まあ私コットン糸っていうのがちょっと苦手なところがありまして、というのもやっぱりね毛糸に比べたらめっちゃ編みにくいので、めっちゃ編みにくいって変ですけどめっちゃ編みにくいのでなんかちょっと苦手なんですよねコットン毛糸。だから妄想だけで終わらせようと思って妄想だけで、終わらせようと思って買ってきました。でどれくらい編めんのかなっていうのと、まあ昔からこう編み心地というのは進化しているのかどうかっていうのを、まあ、確かめたくて、はい、あ、よりが甘い感じなので糸がちょっとね割れる感じはありますね。バッグだと7玉だそうです。かぎ針は7号から8号ってなってるので今7号で編んでるんですけど、うん、でもすごい色はいい感じです。1、2、3、いやほんとすごいバルキーだわ、なんか締め縄みたいになってるわ、なんかすごいめっちゃ極太、かなりちょっと固めだからやっぱ、うん、バッグとかカゴとかいいかもしれないですね。なんだろう、なんとも言えないずっしり感というかどっしり感があるよ、うん、かなりバルキーって感じです。全然伝わってないと思うけど、おーなんかいい色ですね。肌色でもなんかおしゃれ、あそっかこれは鍋敷きだ、鍋敷きにしましょう。鍋敷き編みたいと思って、ちょっと靴下熱がすごくて今靴下にばっかりちょっと気持ちがいっちゃってて、鍋敷きを新調するはずだったんですけど全然できてなくて、これはよいしょ、うん、鍋敷き編みたいな。でも頑張ってバッグ編もうかな、いい色だからちょっとすごい迷いますね。はい、バルキーでした。そして次がメロイヤンです。メロイヤン、リリーホワイト、なんだこれは、素材はレーヨン。じゃあさらっとした感じですかね。ザ・夏っていう本当にショール編むやつ5、6玉でいけるそうです、うん、これは4号針、よいしょ、4号針これで、うわめっちゃ細、これで
よいしょ。うわ、細いから、なんか4号じゃなくて、なんだ、3号とかの方がいいかな。あ、でもショール編むならゆるく4号の方がいいか。うん、これは、3色あって、水色と、あれ、もう一個なんだっけ、ね、ベージュの、おしゃれなベージュ、こういう感じじゃなくて、もっと青みのあるベージュというか、皆さんが大好きな感じの一般的な、ではそっちにしようかなと思ったんですけど、私もいいなと思ったんですけど、夏だしやっぱ白の方がいいかなと思って、でも今思うと、うん、こっちのベージュも良かったかな。本当、リリーヤーンなのでふっくらしたなんか優しい感じのドイリーが出来上がるんじゃないかなと思いました。でよく考えたらこの人って去年あったな、なんかそんな気がする。ちょっと去年のことあんまりよく覚えてないんですけど、メロヤーンですね。なんか滑舌悪いからメロニアンになっちゃう。次はホイップス。これ去年あった気がする。初めて編むな。かぎ針6号か。6号、これはあれですね、めっちゃ伸びるから、あ、編みにくそうだけど、マスク紐ってやつですね。バッグとか編んだらめっちゃ伸びちゃうだろうしね。でも編みやすいです。なんかモコモコしてて、こうマシュマロみたいな感じなのでめっちゃ編みやすいんですけど、綺麗に編むのはなんか至難の技というか難しいな、伸縮性があるから。ちなみにこれで玉編み編んだらどうなるんだろう。それも、よし、わあ、玉編み編むときめっちゃ伸びるから、編みやすいような編みにくいような感じですね。とも言えない、編みにくいような、なんか不思議だな、なんかこう、これは難しいな、これを必要量を伝えるのが。なんかきつくね、編むことができる人はもうめっちゃこれキュッてなるだろうし、私みたいに編み癖緩かったらブワーってなるだろうし、これ難しいな、必要量を伝えるのは。でもヘアバンドとかいいなと思いました、はい、そしてちょっと昨日ね、鎌倉殿の13人を見ながら編みました。そしてね、5号針で編んでたんですけど、これこっちが5号針だ。5号針で編むとすごいね、ちょっと糸が引っかかるので、よりが甘いから、6号針で緩く編んだらちょうどいい感じでした、そしたら糸がこのよりの甘さが気にならずに編めました。ちょっと6号針でね、あんま参考にならなくて申し訳ないんですけど、16×28cm くらいかな、16×28cm くらい、スマホの横幅になりますね。
スマホが入る何かになりそうだ。うん、何かに。せっかく編んだからこれを3段ちょっとこう1、2、あ、でこれちょうどあのほどけやすさチェック、このね、ネップっていうんだっけ、ネップがあるところがねちょっとほどけにくいですけど、それ以外はいい感じで、よいしょ、ほどけてきます。でここであの巾着にしようかなと思って、ね、せっかく編んだから。よし、じゃあちょっとこの手に返して、おお、かわいい。これでバッグを作ろうと思ったら1、これ B5 ノートなんですけど、2で3、最低3玉いるな。で持ち手をがいるから4玉か。 A4 だったらやっぱ5玉とか6玉いるのかな。うん、なんかそんな感じがしました。めっちゃわちゃわちゃしてる。わちゃ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 。じゃーん、できました。おう、かわいい。春の新商品、これだけじゃないような気がするので、あのまた気になるのがあったら紹介したいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた。